魚雷。魚雷、儀魚,魚雷、トーピード、トーピードは、虚形水雷の略称であり、弾頭に、エンジンと高速スクリューを組み合わせ、水中を航行し、目標とした艦船などを爆発によって破壊することを目的した兵器である。魚雷は、艦船の奇衰化の部分を破壊するためた台の、浸水を与え、行動力を奪う。魚雷を用いて攻撃することを雷撃。 巨来攻撃を浴びることを光なりと呼ぶ。主に中小型の水上艦、水雷艇、駆逐艦、巡洋艦と潜水艦、雷撃機または艦上攻撃機に搭載されて運用された。現代において水上艦や航空機が用いる対水上艦兵器としては対艦ミサイルに取りて変わられたが、より先進的な誘導能力を付与された上で潜水艦が用いる 対水上艦検体潜水艦兵器、超魚雷や水上艦や航空機が用いる対潜水艦兵器、単魚雷として広く配備、運用されている。開発当初の魚雷は信頼性が低かったが、高層距離の延伸、命中率を向上させるために、多くの技術改良がなされる一方で、その防御方法も編み出された。初期の魚雷は単純なジャイロ誘導であり、 直進することしかできなかった。当時は低い命中率を補うため同時に複数の魚雷を戦場に発射し、いずれか一本でも命中することを期待する戦術をとってた。通常、商戦など低速な目標に対しては1から2本だが、軍艦などの高速な目標に対しては4から6本発射していた。第二次世界大戦時から感染が出す音響などを感知して追跡する。 ウォーミング魚雷の発、配備が進んだ。魚雷の発射にはいくつかの方法がある。潜水艦においては、魚雷発射艦を用い、管に装填した魚雷を高圧空気、または水圧で押し出す。潜水艦の運動性能が低かった時代、1950年頃まで、には、艦首と艦備に発射艦を装備しているのが一般的であった。 潜水艦の速度が向上した現在では、対戦する艦船に近距離追尾される状況が減ったので、艦首だけに装備することがほとんどである。水上艦においては、喫水戦火、第一次世界大戦頃までの戦艦、または艦艦、第二次世界大戦頃までの巡洋艦や、駆逐艦、艦首付近、初期の小型艇に設置された、魚雷発射艦を用いることが、 一般的あった。魚雷艇、PT ボート、S ボートなどでは、艦板上から、速報や後方へ落ちささせるものもあった。航空機からの発射では、第二次世界大戦時は飛行する、航空機、雷撃機から投下する方法がであった。第二次世界大戦時においては、艦艇への攻撃力として高く期待されていたため、各国において、威力向上。 誘導方法の向上が検討されており、現在のミサイルに近い効果、高度な兵器として扱われ、反面、魚雷は艦船にとって防御上の弱点にもなり得た。魚雷兵装は、艦艦上に数百キログラムから数トンにもなる爆薬が無防備に置かれている状態であり、特に装甲防御を持たない駆逐艦では、 機銃や砲弾破片程度でも、巨雷の弾頭が爆発する危険があり、第二次世界大戦では、搭載巨雷の爆発による、合鎮艦が多数出ている。戦艦の一部に装備されていた、巨雷発射艦は、戦艦機に撤去が進み、巡洋艦の中には、巨雷が弱点となることを嫌って搭載しない艦も、多かった。第二次世界大戦頃までは一部の、 海岸防衛施設にも配備され、実戦で戦果を上げた例もある、オスルフィオルドの戦い。現在では、水上艦から艦艦上の魚雷発射艦から水中に向けて射出する従来の方法に加え、魚雷にロケットエンジンを装着したアスロックなどの対戦ミサイルをミサイル発射装置で発射する方法や、ヘリコプターや対戦障害機等で魚雷を投下する方法が取られている。これは、 対戦前投げ兵器の発展と見ることもでき、艦船から自由自在な位置に誘導魚雷を投下する手法の一つでもある。対戦ミサイルや航空機から投下された魚雷は、パラシュートを装着した状態で落下し、軟着水した後に目標の追尾を開始する。今日の魚雷は、主に対潜水艦船を想定して製作されており、ソナーで敵艦の発する音を追尾したり、パッシブ、自ら発した。 音はの反射で目標を追跡するもの、アクティブが主流である。また、魚雷後部から誘導用ワイヤー、あるいは、光ファイバーを伸ばして、通信を確保し、艦船からの誘導も行える、優先誘導型の魚雷もある。この場合、対艦ミサイルと同じように魚雷を命中以前に、自爆させたり、デコイに惑わされないように軌道を修正したりすることも、可能となる。 現在トーピード、魚雷と呼ばれる、自公式の魚雷が発明されるまで、トーピードという単語は、一般に見つけにくくなるような能力を持つどんな種類の、爆発する兵器にも使えるものであり、現代でいうところのブービートラップや地雷、機雷も意味するものだった。南北戦争当時に多用された、外装水雷、A、スパートーピード、スパルトーピードもこれであり、長い竿の先に爆薬を取り付けて、 敵艦の起水戦火で爆発させる、一つ爆雷の一種である。初期の水雷艇や潜水艇の使用武器であったが、体当たりするまで接近する必要があるので危険で、成功したとしても自分も爆発に巻き込まれる場合も、多く、ほとんど特攻兵器といって、差し支えがないが、南北戦争では、スループや装甲艦を沈めるそれなりの成果を上げており、有効性もあるため傭兵側からは、 改良が望まれていた。史上初の自公式巨来のプロトタイプは、クロアチア語、イワン・ルーペストによって設けられた委員会によって制作された。ルッピスは、オーストリア・ハンガリー帝国の港町フィーメ、現在のクロチアのリエカ出身のオーストリア海軍士官であり、ホワイトヘッドは、イギリス人技術者で、町工場の経営者だった。1864年、ルピスは、 ホワイトヘッドに陸からロープを引っ張ることによって駆動する浮遊兵器、サラスコスと沿岸防御機の位の計画を披露し、これを完成させるための契約を行った。ホワイトヘッドは実質的にその兵器を改善することができなかったが、それは次元式のモーター、接続されたロープ、海面上を攻撃する方法によって遅くて取り回しの効かない兵器になっているためだった。 しかし彼は契約後にその問題について検討を続け、やがて圧縮空気により水中を自ら進むよう設計された艦上の装置、マインシフ、機雷船の意を開発した。これが初の自公式魚雷であり、1866年12月21日に開かれたオーストリア帝国海軍の委員会で公式に発表された。 初期には適切な振動を保つことが非常に難しかったが、ホワイトヘッドはこれを克服する秘策を1868年に導入した。それはという、振り子と水平打により、魚雷が適切な振動になるように調整する、ご方法だった。オーストリア政府が、その発明に投資することを決定した後、ホワイトヘッドは、フィルムに、最初の魚雷工場を設けた。 1870年には最大約1000ヤード910メートル6ノット時速11キロメートルになるまで改善し1881年までに国外10カ国に輸出された。魚雷は圧縮空気を動力源としニトロゼルロースを爆薬として充填していた。ホワイトヘッドはより効率的な兵器を開発し続け1876年に18ノット 時速 33km、1886年には24ノット、時速 44km となり、1890年には30ノット、時速 56km のデモンストレーションを行うまでなった。世界で初めて陽光艦太陽光艦に対し魚雷が使われたのは百七十七年五月十九日十七時十四分、イギリス海軍機搬送寿命艦から、 ペルー海軍、反乱軍が使用砲塔艦、ワスカルへの雷撃であるが、命中はしなかった。魚雷は、大砲と比べ小型な発射機で運用できる上、多くの火薬を搭載して目標にぶつけることができるので、モーターボートのような船でも大型戦艦を撃沈する能力を持っていた。そのため魚雷が実用化された1870年代には魚雷を、 搭載した小型艇として水雷艇が開発された。水雷艇は大型艦に肉薄し、魚雷による攻撃を行った。水雷艇を駆逐し大型艦を守るために駆逐艦、水雷艇駆逐艦が開発されたが、魚雷が駆逐艦の主兵装の一つだったため、駆逐艦が水雷艇の役割も果たすようになった。日本では水雷艇がより大型化し外洋航行能力を獲得した。 駆逐艦と沿岸海域での運用に特化し小型化、高速化を追求した魚雷艇に分化したと捉えられている。さらに潜水艦による水中からの魚雷攻撃や航空機から投下される魚雷、航空魚雷も第一次世界大戦中から実戦使用が開始され、第二次世界大戦中には対艦攻撃手段として広く用いられるようになった。 第二次大戦中の魚雷は日本軍の酸素魚雷のように二重反転スクリューで推進されるものが多い。回転軸が同じで前後に重なった二つのスクリューが逆方向に回転してトルクを打ち消すことにより本体の回転による推進力の低下を防いで効率よく前進する方式である。魚雷は砲弾や後に登場する対艦ミサイルに比べて 推進速度が遅く、無誘導魚雷を遠距離から発射すると命中確率が著しく下がるため、可能な限り近距離から発射する必要があった。しかし、第二次世界大戦中に登場したレーダーにより、艦船や航空機を遠距離から発見することが容易になり、艦艇の防空火力と対水上砲撃精度が向上した。これらの進歩は、隠れる。 射蔽物がない概要において、大撃機や水雷艇、駆逐艦の魚雷の実用発射距離内への接近を困難なものとし、大撃機と水雷艇の消滅及び駆逐艦における耐水上艦攻撃用の重魚発射艦の撤去につながった。さらに魚雷より高速、長射艇の対艦ミサイルの実用化により、沿岸地域での運用を前提とする魚雷艇もミサイル艇にとって変わられ、 水上艦艇の対艦攻撃手段としてはほとんど用いられなくなった。現在では魚雷を主兵装とするのは潜水艦のみであり、水上艦や航空機に搭載される魚雷は対潜水艦用の誘導魚雷が主流を占めている。フォークランド紛争で1982年5月2日にイギリス海軍の原子力潜水艦コンカラーがアルゼンチン海軍の巡洋艦、 ヘネラル・ベルグラノをマーク8魚雷で撃沈した。これは2018年時点において、原子力潜水艦から発射された魚雷によって、撃沈した、唯一の例である。この時に使用されたマーク8魚雷は、第二次世界大戦時に開発された魚雷で、ホーミング装置が装備されていなかった。第二次世界大戦後、実戦で魚雷が使用されたのは、朝鮮戦争でのダム攻撃。 ベトナム戦争でのトンキン湾受験、そして上記のホークランド紛争のみである。日清戦争での水雷艇によるイ,カイエイ野州の戦火と日露戦争の日本海海戦野戦における水雷艇と駆逐艦の活躍により、日本海軍は魚雷の有用性に注目して高性能な魚雷の開発に力を注いだ。1933年、昭和8年に 日本海軍は酸素魚雷を開発、実用化し、第二次世界大戦において使用していた。レーダーが一般化するまで、日本海軍は野戦を得意としており、水雷戦隊によって敵に大きな損害を与え続けた。アメリカ海軍の重巡洋艦が魚雷発射艦を廃止していたのに対し、日本海軍の重巡洋艦は多数の魚雷発射艦を装備していたことにも、 日本海軍の来撃戦重視がうかがえる。対戦中に日本軍が使用した酸素魚雷は米軍の魚雷に比べて作薬量、射程の点で優位にあった。また航跡がほとんど発生しないので夜間はもちろん昼間であっても死人が困難であったという。戦後にロングランス、長槍王と呼ばれた。高速の航空機からでも投下できる。 本格的な航空魚雷を世界に先駆けて実現したのは日本海軍の91式魚雷だった。この魚雷は2点の特徴を持っていた。これらによって91式魚雷は高度20メートル、速度時速333キロメートルでも海底の浅い港湾で魚雷を発射できるようになっただけでなく波立つ海でも魚雷が発射できるようになった。 1941年12月8日の新自湾攻撃で第一波の97式艦上攻撃機40機は15発以上の91式魚雷を命中させたと報告している。歴史的に航空魚雷は巡航ミサイルの前身と言える。日本海軍の攻撃機では飛行場など敵の基地の攻撃には大型爆弾を敵艦隊の攻撃には主に魚雷を利用していた。 ミッドウェイ海戦では、ナグモ艦隊の空母が攻撃機に敵基地攻撃用の爆弾を搭載しいた途中で敵艦隊を発見し、魚雷に積み替えているところを敵機に襲われて、格納庫内の爆弾と魚雷が誘爆した。これによって日本海軍は空母4隻を失い、戦局が逆転するきっかけとなった。なお、 この時に命中したのは爆弾だけであり、魚雷は一発も命中していない。第二次世界大戦末期には、大型魚雷に操縦席を設けて人間が誘導し、敵艦船に搭乗員ごと体当たり攻撃する人間魚雷、回転という特攻兵器も開発された。イタリアでも人間が登場する魚雷が作られたが、こちらは弾頭を目標とする艦の底に設置した後に、 搭乗者が脱出するという運用法であり、人間魚雷の名前はついていても選手を前提とする特攻兵ではない。なお、試験的に装甲の少ない艦艇で爆発するように、タコ揚げのように浮きを引っ張り、浮きが敵艦の側面に接触した時に、艦艇のもとで起爆する構造の魚雷も考案された。機関として、電気モーターしか使用できず、速度が30ノットに制限され、 射程も短かったので、実戦では試験的に使用されただけであったが、戦果は上げている。アメリカ海軍が第二次世界大戦時に使用した MK13、MK14、MK15 魚雷は当初性能が悪く、命中しても爆発しないことがたびたびあった。海軍に徴用された捕鯨母船第3都南丸は1943年7月24日に、 米潜水艦、ティノサから12発の雷撃を受けたが、うち10発が不発であり、船体両舷に不発魚雷10発が突き刺さったままトラッシュ島に栄光されてきた。その魚雷が突き刺さった様がかんざしを紙に刺した、オイランのようだったことから、オイラン船と言われた。また、潜水艦、タリビー、タングのように火事の故障により発射した魚雷が、 潜水艦自身に命中して沈没するという悲劇も生じた。しかし、対戦末期になると、アメリカ軍はこれらの欠点を克服した上、TNT 火薬の1.6倍の破壊力を持つ HBX 爆薬による魚雷を用いるようになり、日本の船舶に大きな被害を与えた。こうした通称破壊以外に、アメリカ海軍はトラック島、空襲、冷凍機械船、 大野岬沖海戦などで雷撃を行い、多数の日本艦艇、船舶を撃沈した。現代の魚雷は目的により、大きく2種類に分類される。一つは、種として、対艦攻撃用の大型、長射程の魚雷であり、長魚雷、重魚雷と呼ばれる。もう一つは、対潜水艦攻撃用の小型、短射程の魚雷であり、短魚雷、軽魚雷と呼ばれる。 対艦ミサイルの発達により、超魚雷は数を減らしており、潜水艦搭載用の一部を除き水上艦用の、ものはすでにいられていない。単魚雷が現代の魚雷の主流であり、水上艦、航空機などに搭載される。単魚雷は誘導兵器であり、誘導魚雷を指して、単魚雷と呼ぶ場合もある。魚雷の直径は内部溶石の大きさに直結し射程や、 作薬重量に影響があるので、法の後継同様に重要である。魚雷の直径は法ほどではないが、魚雷のクラス分けにも用いられる。全長、重量、その他の要素は相互に影響される。航空機発射型魚雷の場合重量が重要であり、装着点や発射速度に影響がある。近年の魚雷設計において、補助魚雷は盛んに開発されていて、 通常は集合型パッケージが使用される。飛行機と発射装置のバージョンによって異なるものになる。形状は標準化と扱いやすさと運搬に主眼が置かれ、兵器体系の効率化が図られる。運搬の効率化が実行されると運用上有利になる。いくつかの一般的な魚雷の直径は以下の通りである。他に直径の大きな魚雷としては 660mm。 26インチ、762ミリメートル、30インチと916ミリメートル、約36インチがあり、複数の原子力潜水艦に搭載される。これらの魚雷発射艦は大口径なので、スタンダード21型重魚雷だけでなく、巡航ミサイルの発射にも対応できる。初期の魚雷は制御装置を持たなかったので、潮流や波の影響を受けやすく、目的の方向に、 まっすぐ進むことすら、ままならなかった。構想距離が短かったこともあるが、命中させるためにはできる限り目標に接近して、発射することが要求された。第一次世界大戦の頃になると、震度、速度、震度の調整を可能にする装置が開発された。これにより、命中精度が向上するとともに、標的に対して放射線上に、複数の魚雷を発射することや、 航行する遠距離の艦船も攻撃目標とすることなどが可能になった。魚雷の弾頭には各国で魚雷用に開発された爆薬が搭載されていた。魚雷や爆雷は水中爆発で発生するバブルパルスによって目標を破壊する。このため空気中で使用する爆薬とは成分が異なるものが使用されている。新管についても触発新管のほか 支援神官、対水上艦向けについては、磁気神艦、直撃によらず艦船の直下で起爆し、流骨、船底を破壊するを使用しているものもある。磁気神艦は艦艇起爆魚雷として、太平洋戦争中の日本海軍でも開発され、一部の潜水艦で実戦に使用された。米ソ冷戦時代、より高速で、深く、静かに航行できるようになった。 潜水艦や優勢な水上艦隊を確実に撃沈できるように核弾頭を装備した核魚雷が開発された。アメリカ海軍は MK45 を一時配備した。キューバ危機ではアメリカ海軍の封鎖船に阻止されたソビエト連邦海軍の潜水艦 B59 が核魚雷の発射寸前に至った。2018年、ロシア連邦のウラジミール・プーチン大統領は 開発、配備を進めていると語った、新型核兵器の一つに、原子力エンジンで長距離を構想し、海軍基地や海岸とし、艦隊を核攻撃できる、戦略魚雷が含まれることを明らかにした。初期の魚雷は、内燃期間により、気泡、雷石が発生するため、敵側から発見され回避行動を取られたり、発射した潜水艦の位置が、すぐ特定されたりすることも多かった。 そのため来積を残さない様々な推進方式が考案された。推進に内燃機関を持たない方式の魚雷。早々機の方式である。早々機に成功を収めた推進方式の一つに圧縮空気を用いたものが挙げられる。圧縮空気は2.5本波に保持され、その空気をピストンエンジンに送って一機のスクリューを毎分100回転させた。 約180メートルを平均速度6.5ノット、時速12キロメートルで推進するものであった。1906年にホワイトヘッドが製作した魚雷は1000メートルを推進し、平均速度は35ノット、時速64キロメートルに達する。高圧の空気が膨張すると周りの熱を奪い機関が凍結する問題が生じたが、海水を使って温めることで解決し、 性能向上につながった。アルコール、最初はエチルアルコール、後にメチルアルコールと圧縮空気から蒸気を発生させて推進力とする方式。圧縮空気だけの場合と比較してスピードは増したが、鉱石がはっきりしてしまうという欠点があった。アルコール以外に、過酸化水素の分解によって発生する蒸気を用いる、バルター機関を搭載する魚雷も開発されている。 内燃機関による推進を行う方式の魚雷。1904年頃から開発が始まった。燃焼で発生する熱を水で冷却していたが、冷却の過程で発生した水蒸気をエンジンに送り込んで推進に活用する方法が見出された。蒸気を利用する魚雷は、ウェットヒーターと呼ばれ、蒸気を利用しない形式は、ドライヒーターと呼ばれる。ウェットヒーター式魚雷は、 第一次世界大戦から第二次世界大戦にかけて使用された。燃料をエンジンで燃焼させて推進する魚雷の航続距離は燃料の他に酸化剤の搭載量にも大きく影響される。旧来の圧縮空気を用いた形式では燃焼に不要な窒素などが多く含まれているため元は21%程度純粋な酸素だけを圧縮し より多くの酸化剤として搭載することが検討された。水に溶けにくい窒素が燃焼の後に排出されないので、鉱石が見えにくくなるという利点も得られる、燃焼のコントロールが難しく爆発事故が相次いだために、各国では実用化に手を焼いていた。1933年に日本が最初は空気で燃焼を開始し、徐々に酸素に切り替えるという手法を用いることで会議、 成功し、世界に先駆けて実用化した。この時開発された93式魚雷、戦後、アメリカ合衆国の歴史家モリソンによって、ロングランス、長相王と、あだ名されたは36ノットで4 0トルにも及ぶ最射程を誇った。第二次世界大戦時に、ドイツが最初の電池式魚雷、G7E を開発した。従来型の加熱魚雷、 G7A よりも射程が短く、速度も遅いが、鉱石がなく安価であるという利点があった。ただし、充電可能な鉛蓄電池は衝撃に弱く、使用前に頻繁に整備を要し、さらには最高の性能を発揮させるには、あらかじめ適度に温度を上げておく必要があった。使い捨ての電池を使用した実験モデル、G7EP も開発されている。 MK24 タイガーフィッシュや DM2 のような、現在の電気推進式の魚雷は、整備の必要がなく、数年以上にわたって保管しても性能が低下しない、酸化銀電池を使用している。他に、電池の電解質に溶融樹を使用したものがある。電気、ガスタービン、イギリスのスピアフィッシュ魚雷、モノプロペラントなど様々なものがある。 アメリカ合衆国の最新型魚雷の一つである MK50 バラクーダは、6復海洋とリチウムの化学反応で発生するガスによる閉サイクル、蒸気機関を用いている。近年の魚雷には、推進機にポンプジェットを採用したものも出てきており、その速力は60ノットを超える場合もある。ロシアのシュクバルやドイツのバラクーダは、スーパーキャビテーションによって200ノット、 時速 370km 以上の速度が出せる。一方、スーパーキャビテーションを用いない MK46 魚雷の速度は28ノット、時速 52km である。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。